上午好，明天就是新的一年了。晚上你会早点下班吗？我们去逛街吧。很多商场都有新年庆典，说不定还会打折呢。享受消费的乐趣，就可以把所有的压力都留在今年，好心情带到明年。对了，我会把相机带上的，多给咱们俩拍几张合影。想想以前，我们每个节假日都会拍合影，可我们的上一张新年合影已经是8年前的了。是我离开的太久了，所以今年一定要多陪陪你。我们来一起多创造点相伴的美好回忆，好不好？那么等下我们商业街见，你要快点来啊。是我，现在在做什么？还记得和我约好去听新年音乐会吗？虽然现在离音乐会开场还有一些时间，但我们还是早点出发比较稳妥。音乐厅周围有商业街，到得早的话去逛逛，或者吃个下午茶，都是不错的选择。准备？我觉得听音乐会并没有什么特别要求。服装也是，按你喜欢的挑选就行。对我来说，什么样的你都很好。而且，你能答应我的邀约，我已经很开心了。想到0点敲响新年钟声的时候，你就在我身边和我一起聆听，我就对今晚更加期待。你也一样吗？那真是太好了。你准备妥当了就告诉我，我来接你。那就待会儿见了。在忙吗？我已经见完客户了，马上就回去。我是想说，明天就是元旦了，今晚就别加班了。听说锦兰街今晚的烟花庆典会燃放到0点以后，他们请来了著名的烟火师，规模也是历年最大的。看着烟花一起跨过新的一年，也是种不错的体验。哦，除了这个，锦兰街还会有新年夜市和各种传统小吃，一定会非常热闹。我记得你很喜欢这些，不如我们去逛逛吧。哦，对了，我还订了锦兰街跨年演出的套票，你之前提过想看的。时间上的安排你也不用担心，我都规划好了。既不会太匆忙，也不会让你错过任何一项。我很快就到律所了，等我。在忙吗？没事，我只是确认下晚上来接你的时间。毕竟我是游乐园的高级 VIP， 随时能去，不用排队。那、VIP 是单人的没错，但持有者能办张亲属卡，我早就给你办好了。亲属卡嘛，顾名思义，就是能带个亲属的意思。好，不开玩笑了。我还包下了乐园中间的城堡，那里可是看新年灯光秀的绝佳地点。我们可以边看边等着新年钟声敲响。想想就很浪漫。听到这个，你是不是等不及和我一起跨年了？除了这些，我还准备了特别的惊喜，你可以先猜猜看。不用急着回答，到时候自然就知道了，保证你喜欢。もしもし、俺だけど、でその返事、お前もしかして。今夜が大晦日だってことを忘れてないよな。なら突然で悪いけど、今日は忙しいか。もし大丈夫ならでいいんだけどさ、今夜一緒に街でも回らないか。街は多分年越しイベントで賑わってるはずだ。あとモールなんかは歳末セールもやってるんじゃないか。たくさん買い物してさ、普段はできないようなストレス発散をして、最高の新年を迎えようぜ。俺も
カメラでたくさん写真を撮りたいんだ。8年ぶりに2人の写真とかも撮ってアルバムに収めたいし。覚えてるか？昔は記念日のたびに決まって2人で写真を撮ってきたんだぜ。年越しだって忘れず、毎年な。本当に悪かった。俺の身勝手で。こんなにも長い時間、お前に心配をかけちまった。俺にこんなことを言う資格はない。けど、身勝手だけど、俺はまた、お前と一緒に過ごしたいと思ってしまった。取り返せないものだらけだけど、俺と一緒にまた、新しい思い出を作ってくれないか。本当か？やった！それじゃあ今から会いに、わあ、行けないから我慢する。それじゃあまた、夜に商店街で、待ってるから。もしもし、今電話大丈夫か？あ、私は今打ち合わせが終わって、事務所に向かっているところだ。用事？今夜は大晦日なのだろう。だからその、今日は残業をせず、早めに上がってくれ。ちょうど今夜、金蘭通りでカウントダウンイベントがあると聞いてな。花火も打ち上げられるそうなんだ。よかったら、一緒に行かないか。花火を見ながら年を越せるのは、きっと悪くない体験になるだろう。それと、イベントと併設して夜市も開催されるから、カウントダウンイベントが開始するまでは、そちらも見て回れる。この前、こういう賑やかなお祭り事が好きだと言っていただろう。たまたま覚えただけだ。すごくはない。実は、あの時君が見たいと言っていた金蘭通り年越し公演のチケットも取れたんだが、君さえよければ、夜市を回った後、一緒に見に行かないかと思ってる。大丈夫。事前に時間を考慮してスケジュールをうまく組んだから、どれも間に合うと保証する。一緒に行ってくれるのか？ああ、ありがとう。じゃあもう少し待っててくれ。すぐ事務所に着く。もしもし、僕だ。今忙しいかい？よかった。今夜僕と一緒に年越しコンサートに行く約束、忘れてないよね。あ、まだ少し先だけど、渋滞のことも考えれば早めに出発した方がいいだろう。会場の周りには商店街もある。早く着いたら時間つぶしにスイーツをたしなんでみるのも悪くないと思うけど、どうかな？準備しておくもの？そうだね、コンサートを聴くのに特別な準備は必要ないと思うよ。服装も好きな服を選べばいい。僕にとってどんなあなたも素敵だからね。ごめん、つい。でも本当は僕の誘いを受けてくれただけでも嬉しかったんだ。新年を告げる鐘の音をあなたと一緒に聞けるのはきっと素敵なことだろう。あなたもそう思ってくれてるのかい？ありがとう。とっても嬉しいよ。じゃあ、用意ができたら僕に連絡をちょうだい。迎えに行くから。特別な夜をあなたと共に過ごせることを楽しみにしている。もしもし、お姉さん？今大丈夫？ああ、いや、今夜は何時に迎えに行けばいいかなって。俺？いつでもいいよ。なんでって。あの遊園地では俺、一応最高級 VIP 会員だし、並ぶ必要ないよ。何？そんなこと心配してるの？確かに会員は俺だけだけど、一人までなら身内もちゃんと連れていけるからさ。どういう意味って。それは文字通り、身内って意味だけど。ごめんごめんお姉さん、冗談だってば。ああそうだ、聞いてよ、すごいんだ。
今夜はなんとあのセントラルキャッスルを貸し切れたんだ。綺麗な夜景とライトショーを見ながら二人きりで新年を迎える。最高にロマンチックなデートだと思わないか？どう？俺と一緒に年越しを過ごしたくなっちゃった？はいはい、お姉さんって本当に素直じゃないんだから。実は他にもいろいろサプライズを用意してるんだ。でもそれが何かはまだ秘密。絶対気に入ると思うよ。約束する。それじゃ夜を楽しみにしてて。굿모닝。내일이면새해네。저녁에늦게끝나？우리쇼핑하러가자。새해행사하는쇼핑몰이많더라고。혹시알아？세일할지。스트레스는돈쓰면서털어버리고좋은기운만내년까지가져가자。맞다，카메라도가져갈게。우리사진도많이찍자。예전에는명절때마다같이사진찍었는데마지막으로찍은새해사진이벌써8년전이네。내가너무오래떠나있었지。올해는계속네곁에있어줄게。같이좋은추억많이만들어보자。어때？그럼이따상점가에서봐。빨리와야해。지금바빠요？클라이언트미팅끝나고이제돌아갈건데 제말은내일설날이니까오늘은일찍퇴근하려고요。이따저녁에오키드스트릿에서자정넘어서까지불꽃놀이를하는데디자이너도유명하고역대최대의규모라네요。같이불꽃놀이보면서새해맞이하는것도괜찮을것같아서요。새해야시장도열리고전통음식도판다니까재밌겠더라고요。전에보니까이런거좋아하는것같던데같이보러가요。참오키드스트릿새해콘서트도예매해뒀어요。전에보고싶다면서요。 시간은다체크해봤으니까걱정할거없어요。여유롭게둘러볼수있을거예요。사무소에금방도착하니까기다려요。저예요。지금뭐해요？저랑새해콘서트가기로한거알죠？콘서트시작까지아직시간이있지만미리출발하는게좋을것같아서요。콘서트홀근처에상점가가있으니까일찍도착하면쇼핑을해도좋고애프터눈티를마셔도괜찮겠죠？뭘준비해야하냐고요？콘서트에가는데특별히준비할건없는것같은데요。옷도좋아하는걸로입고오면돼요。당신은뭘입어도아름다워요。그리고제초대에응해주는것만으로도전충분히기뻐요。오늘밤제아의종이울릴때제옆에있을당신을생각하니오늘밤이더욱기대돼요。당신도그렇다고요。다행이네요。네，준비끝나면알려줘요。데리러갈게요。그럼이따봐요。누나지금바빠요？별일은아니고저녁에데리러갈시간확인하려고전화했어요。내가놀이동산 VIP 니까아무때나갈수있죠。줄도안서고。VIP 는1인용이지만소유자가패밀리카드를만들수있거든요。그래서누나거하나만들었어요。패밀리카드는말그대로가족동행이가능하다는거죠。알았어요。장난그만할게요。놀이공원중심에있는성도예약해놨어요。거기가새해레이저쇼감상하기제일좋은자리거든요。누나랑같이레이저쇼를보면서제아의종소리를들을수있다니상상만으로도로맨틱한데요。들어보니까어때요？빨리나랑새해보내고싶어지지않아요？이건말고도다른서프라이즈도준비했는데맞춰봐요。
지금 대답 안 해도 돼요. 그때가 되면 자연스레 알게 될 테니까. 누나가 분명 좋아할 거예요. 早安. 明天就是新的一年了，晚上你会早点下班吗？我们去逛街吧，很多百货公司都有新年庆典，说不定还会打折。享受消费的乐趣，就可以把所有的压力留在今年，然后把好心情带到明年。啊，对了，我会带相机过去，我们可以多拍点合照。 想想以前，我们每个节假日都会合照，但是我们上一次拍新年合照已经是8年前的事了，是我离开太久了，所以今年我一定要多多陪伴你，我们尽可能多创造一点彼此相伴的美好回忆，好吗？<笑>那么。 我们等一下商店接见，你要快点来哦。在忙吗？我已经见完客户了，马上就回去。啊，我是想说，明天就是元旦，今晚就别加班了。听说锦兰街今晚的烟火庆典会一直到0点以后，啊，他们请来了著名的烟火师，规模也是历年最大的。 看着烟火，一起跨到新的一年，体验应该很不错。除了这个，锦兰街还会有新年夜市和各种传统小吃，一定会非常热闹。我记得你很喜欢这些，不如我们去逛逛吧。哦，对了，我还订了锦兰街跨年演出的套票，你之前说过想看的。 时间上的安排你也不用担心，我都规划好了，既不会太匆忙，也不会让你错过任何一项安排。我很快就到事务所了，等着我。是我，现在在做什么？还记得和我约好去听新年音乐会吗？虽然现在离音乐会开场还有一点时间，但我们还是早点出发比较好。 音乐厅周围有商店街，早到的话可以逛逛或者吃下午茶，感觉很不错。准备，我觉得听音乐会并没有什么特别的要求。服装也是，挑你喜欢的就好。对我来说，你怎么样都好看。而且你能答应我的邀约，我已经很开心了。 想到0点的时候，你会在我身边，跟我一起聆听新年的钟声，我就非常期待今晚的到来。你也一样吗？那真是太好了。嗯，你准备好了就告诉我，我去接你。那就待会儿见了。在忙吗？没什么，我只是想确认一下晚上接你的时间。 毕竟我是游乐园的高级 VIP， 随时能去，不用排队。是单人的没错，但 VIP 还有办亲属卡的权利，所以我已经为你办好了。亲属卡嘛，顾名思义就是能带上亲属的意思。<笑>好好，不开玩笑了。我还包下了乐园中间的城堡。 那里可是看新年灯光秀的绝佳地点，我们可以一边看一边等待新年的钟声，想想就很浪漫。听到这个，你是不是等不及和我一起跨年了？除了这些，我还额外准备了特别的惊喜，你可以猜猜看。不用急着回答，到时候自然就知道了，保证你喜欢。